照英 TV プレゼント企画、肩・肘痛の予防・軽減、ブレイスレボ東急サポーターを5名様にプレゼント。東急時の内線海内の動きに注目、サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも良平です、よろしくお願いいたします。はい、本日は翔平ズ VS チェインボンツダブルヘッダーの2試合目前半になります。1試合目の様子は前後半を概要欄に貼っておきますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。打順は前の試合からの続きですね。本川さんが1番先頭を打って、これがセンターフライとなってしまいます。お相手のピッチャーはケンさんですね。はい、2番の良平、これインコースのツーシームからシュートからめちゃくちゃ動いてますよね。どん詰まりでした。軟式でも痛かったです。はい、3番のヒロト、これが打たされた打球ショートゴロとなってスリーアウト。初回は3人で終わってしまいました。翔平の先発マウンドにはヒロトが上がります。これ低めのボールをドンと、いきなりの長打コースか、センター追っていくも取れず、左中間を真っ二つに割られる。いきなりの先頭打者ホームランとなってしまうのか、早いもう三塁回った、ボールは返ってこず。初回先頭打者ホームランを許してしまいます。甘いボールじゃないんですよ、甘いボールじゃないんですけど持ってかれました。はい、そしてお次ファースト良平ががっちりとキャッチ、ワンアウトです。はい、お次の3番バッター、これがセンターへのフライとなりツーアウト。打たれた後ねポンポンと押さえていって、4番の馬淵さん、これうまく打たせてショートゴロ、ファーストちょっと送球取れるもその後ね、しっかりとタッチできました。先制を許すもその後はしっかりと抑えています。続く翔平図の攻撃、2番のゆうすけさんから、これがフラフラっと上がった打球がショートの裏へ落ちる、しぶとく落として初出塁です。2塁狙うかといったところで、これはね、戻りました。さあ5番のクリッチ、これも上がった打球、これはどうかただこれはレフトフライとなってしまい、ワンアウト。さあ6番宝崎さん、これもフラフラっと上がった打球だがセンターの前に落ちる。そしてゆうすけさんは一気に三塁へ。はい、これでね一気に得点圏になりました。さあ7番の楠木くん、これがケンさんちょっと力んだかな、ただねホームちょっと裏狭いんで帰ってこれずも一塁ランナーが二塁進塁でゲッツーはなくなりました。これでさあフルカウント、これもインコースへの動く球、サードうまい、ファースト送球でアウト、ツーアウトです。さあ前の試合ホームランを放っているケント君だが、これも詰まらされてセカンドゴロ、チャンス生かせず無得点となってしまいます。2回の攻撃もヒロトがマウンドへ、これ強い打球をファーストルフェイがしっかりとキャッチ、ワンアウト。はい、これいってー、ピッチャー強襲の内野安打、まあ内野安打じゃないんですけどね、これ外野まで飛んでってるんですけどね、いや行ってー、まあでもその後大丈夫そうだったんでまだ良かったです。はい、ただこれがバッテリーエラーの間にランナーが二塁へ。はい、この打球うまく打たせたがファーストが足が両辺離れてしまう、あれ体だけでいくのかどっちかね迷いますね、体だけじゃねえか手だけでいくのかどっちかちょっと迷っちゃいましたね。はい、これゲッツーを取りに行ったところを手倒してしまい、守備のミスが続き満塁のピンチに。そしてこれも打ち取った打球ゲッツー取れるか、ただ連携が合わず1人帰ってきて2人目も帰ってくる、連携合わず一気に2者生還を許してしまいます。さあバッターはケンさん、フォアボールですね、一気もストライク入らずフォアボールとなってしまいます。はい、そしてこれヒロと声出してしっかりとキャッチ、まあ、ユーフィールドフライかな、2アウトです。はい、この打球
落ち着いてましたね。取った後サーフルでこの回も、まあ、失点はされてしまいましたが、最後の守備はね、本川さんいい守備でした。はい、翔平の1打席目、ショートゴロとなってしまいワンアウトです。さあ斉藤さん、足を生かしたバッティングをすることができるのか。打った、これがレフトちょっと前目に守っていて、そして打球が伸びていくぞ、レフトの頭を越える。さあ俊足斉藤さん、はや、さあでもどこまで行くか、どこまで行くか、サードただアウト、中継プレーに阻まれてしまいました。ツーアウトになって、本川さんこれ、うわえげつねー、外からの変化球に手が出ず、この回も無得点となってしまいます。はい、3回もヒロトがマウンドへ。この打球サード本川さんしっかりと取って、ファースト送球アウト、ワンアウト、いい動きしてますね。はい、そして高々っと上がったフライをセカンド楠木君がしっかりとキャッチ、ツーアウト。はい、これも高々っと上がった打球だが、ショートの後方、魔法陣みたいなところに落ちてしまいましたね。打ち取ってるんですがもったいないです。まあ、もったいないというとヒットはヒットですからね。そしてこれも三角形のところに落ちていく。はい、そしてこれがボールデッドとなってしまい、さらに追加点を奪われてしまいます。なおもね、ツーアウトながらランナー三塁のピンチです。なんとか抑えたいところで、バッターには馬淵さん、ドンと、よいしょっと、ほう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 、強烈打球を翔平さんがキャッチ、ナイスキャッチです。これで3アウト。さあ次の回なんとか点を取りたいところだが、先頭良平がセカンドゴロとなってしまい、ワンアウト。お次のヒロトも三振となってしまいます。ツーアウトです。ポンポンと打ち取られてしまっております。さあ4番のゆうすけさん、3人で終わりたくないところだが、ショートゴロとなってしまい、3アウト、なかなか1点が奪えません。さあ4回もヒロト上がります。これがピッチャーフライ、ワンアウト。さあお次のバッター、これがフラフラっと上がった打球、ファースト大崎さんががっちりとキャッチ、ツーアウトです。ポンポンと打ち取ることができました。はい、このバッティング、ツーアウトからまたも出塁を許してしまいました。簡単に終わらせてはくれないですね。はい、続くバッター大井さん、はい、フォアボールでピンチとなってしまいます。はい、そしてこの打球、これも落ちてしまう、ツーアウトで満塁です。さあケンさんの打球、高々っと上がった打球だが、センターライトがめちゃくちゃ下がっていて、これもまた落ちてしまう、2者生還です。守備位置もねちょっと下がってましたからね。そしてこの当たり、ドンと、とどめの一撃か。さあ中間を割っていきます。さあ1人帰って、もうケンさんはゆっくりと帰ってきてますね。さあ打ったバッターは三塁ストップ、まあホームランにはさせませんでしたが、もうワンサイドゲームですね。ちょっと甘く入っちゃいましたね。まあ、ツーアウトここで切りたいところ。はい、今回はここまでです。次回後半戦で追い上げなるか、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあしゃー、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。